はい、こんばんは、親父でございます。今日のね、買い物動画、いつも通りね、雑談を踏まえながらちょっとやっていきたいと思います。今ちょうどね、帰ってきました。今日は日曜日でね、友達と出かけておりました。あちこちね、ちょっとドライブしてきたんですけども、その時にね、買ったこちら若鶏の桃唐揚げ、こちらがねちょっとで良かったんですけど、このちょっと高いやつしかなかった、高いやつがいっぱい入ってるのしかなかったんで、これをね買っときました、お昼に。で、後日まあ動画であげるんですけども、お弁当がねちょっと異物が混入しちゃったんで、そこはちょっと残念だったんですけど、まあそれもね一つのネタになりましたんで、まあいいかなと思ってます。で、午後の紅茶のね美味しい無糖、こちら買いました。この間ね、久しぶりにね、ジャワティー見たんですけど、結構ね、当時は結構ジャワティー好きでね、無糖の紅茶ね、美味しかったんで飲んでました。で、まあいろいろ、まあいつも通りね、ハードオフとか、まあいろいろ行ってきたんですけど、帰りにちょっとね、デニーズによりまして、今後のね、動画の方向性なんかをね、まあ私自身は変えるあれではないんですけど、友達とね、いろいろ話しながら、ドリンクバーをね楽しんでおりました。で、帰りにねいつものスーパーに寄ってきたんで、紹介したいと思います。チキンモモ照り焼き125円ですね、半額で。今日はね、まあ7時は過ぎてたんですけど、まだ半額やってませんでして、で、しばらくね他の買い物してたところで半額に変わったんで、ちょっと買ってきたという次第であります。なんでね、ほとんどもうね、レジに並ぼうと思ってて、買ったものもね、半分以下ぐらいだったんですけど、まあそういうね、いきさつがありまして、お惣菜コーナー巡ってね、ちょっとまた買いすぎちゃいました。で、コロンのね、クリームミルク。クリームコロンのミルクか。こちらが半額64円だったんで買ってきました。10個ぐらいあったんですけどね、10個もいらないんでね、とりあえず2つ買ってきました。コロン系はね、懐かしさもあるんですけど、私好きなんで買ってきました。で、もう一個ね、チョコレートから、こちらね、ガーナチョコのコクの一粒。こちらも半額119円で、やっぱり5、6個あったんですけど、まあ、とりあえず1個だけ買ってきました。チョコもね、チョコチョコね、またちょっと言っちゃいましたけど、チョコもチョコチョコあるんですね。アーモンド、チョコもありますし、あれもガーナチョコだったかな、ガーナチョコのチョコがいっぱい入ってるやつね、それもありますし、チョコパイとかもまだ残ってるんでね、チョコ結構あるんですけど、やっぱ半額だと買っちゃうんでね、買ってまいりました。で、今回こちらですね、チンジャオロース、こちらが半額で140円だったんでね、買ってきました。これも完全に初物ですね。今回ね、またね、惣菜いっぱいこう買っちゃってるんですけど、昨日仕事が残業で、昨日買った惣菜も残ってるんですよ。帰って冷蔵庫開けたら気づいて、まあ別に冷凍したりなりなんなりすればいいことなんで、まあいいっちゃいいんですけど、ちょっとね、半額でテンション上がって見境なく買っちゃうのがちょっとね、注意点かなとも思ってますけど、まあ無駄なくなんでね。で、こちら、とんかつ。149円ですね。バイキング系の惣菜も半額になりましたんで。で、私の好きな、なんだっけな。懐かしいコロッケみたいなやつかな。じゃがいも、具材はじゃがいもしか入ってないんですけど、すごいね、甘みのあるじゃがいもで、とても美味しいんですね。こちらが2つで、半額で44円でしたね。で、半額の、かぼちゃ店2つで78円ということなんで買ってきました。かぼちゃ店はいつも言いますけど大好きです。そしてこちらもスルメイカの唐揚げ、半額69円で買ってまいりました。たまに食うとね美味しいんでね。で、あとはね、明日のお昼ご飯用ですね、仕事の。こちら、黒糖お稲荷さん。こちらが半額120円だったんで買ってきました。ゆず稲荷もあったんですけど、ゆずはね、ほんとさっぱりしてるんですね。甘さをほとんど感じないような。で、こちらの黒糖のはね、すごい甘くてね、コクもあるんでね、こっちを買ってきました。そしてね、あ、このままだね。
あとこれか、えのき、まあ、食感好きでね、たまにいろいろ野菜炒めに入れたりとかするんですけど、まあ、何も考えず安かったの買ってきました。94円ぐらいだったかな。でこれが最後か。いや特に最後にする大トリを飾るものではないな。多分ね餃子なんですね。国産豚肉使用の肉餃子、こちらがね5個入り1,2,3,4 5個入りで半額で100円だったんで買ってきました。ただねこのタイプの餃子は今回初めてになると思います。はい、これを買ってまいりました。なんでさっきも今も言いましたけども、昨日買った惣菜の半額がねいくつか残ってるんで、そちらを消費しつつここら辺のもちょっと食べてねいければと思ってます。それかまたね明日また別にご飯動画としてここら辺を使用してもいいかなという感じでもあります。はい、ってことでね、ご視聴の方ありがとうございました。ちょっとねお腹ペコペコペコリンなんでご飯食べていきたいと思います。それではねまた、なんか言うこともあったような気もするんですけど、また後日ね、お話ししていきたいと思います。それではバイちゃん。